おめえたち今日はオラの AI が予想する今週の日経平均株価についてとんでもなく貴重な情報をおめえたちにタダで公開していくぞ最後まで耳かっこじってよく聞いていってくれよなんじゃあ始めっぞ今週の日経平均株価はズバリ値動きの少ない微妙なつまんねえ相場展開が見込まれるんだが AI が答えを出しているのは 結局日経平均株価は1週間をかけて上昇するってことだ決算発表シーズンが一段落してオプション SQ も通過したからよ受給は軽くなると見られてんだわ決算通過によって機関投資家が動きやすくなったから業績面を再評価する動きとか改めて政策期待が高まる可能性があると見ていいだろうな足元じゃ 政府の給付金の支払い方法が失望につながったとの見方もあったけどよそもそも政策期待から積極的に買いに行く動きは限られていたから決算通貨で改めて政府の経済対策への期待によるおしめ買い意欲が高まりそうってわけだなそんで11月12日の日経平均株価が25日移動平均線のある2万9000円付近まで調整した後に上昇して2万9500円を突破したことからもよ 今後は2万9500円を下値支持せんとしながら3万円を試す流れが期待できると思ってんだ。オラのセンチメント、投資家心理としては、これまでどおり中国の不動産リスクを警戒しつつも年末高を意識するとな、これまで言ってきた通りの流れに向かいそうだってことだな。ただしし覚えてておいて欲しいのは 今月末には一度大きな急落がある可能性が高いってことだ。今は短期トレードに集中して、長期で株を持ちてえやつは、年明けてからにしろ。悪いことは言わねえ。オラの嫌な予感は、9割くぶくりン当たってんだわ。ってことでよ。今週から来週にかけてまではしっかり買っていいと思うけどよ。月末から12月にはいることには、ポジションを落としておいた方が身のためだってことだな。んじゃ、今週も頑張っていこうぜ。 明日も絶対見てくれよないいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな